はい、それでは、どれくらいですか？まず、今の部分で、何が困ってるのか分かんないっていうこと自体。はい、問題だというふうに思いますし、昨日ですね、視察行った時に、散々言ってたじゃないですか。そのことをきちんと伝えていただければ、ことの重要性っていうのを伝わるかというふうに思いますが、もう一度ちゃんと伝わってるのかどうか、ちゃんと伝えてるのかどうか、その部分について答弁していただきたいと思います。委員長。はい、総理さん。はい、では劉さんが、皆さんがご話してもらっているについては、今ご説明させていただきましたけど、実際じゃあ具体的にですね、例えば企業のマコだとか銀河とかそういう事業がいってらっしゃるということが話をされていて、それが船の下にあるんで、なかなかそれを取ることができない、止めてくれるというと、なかなか対応が時間がかかったというようなお話をされてましたので、そういう意味で、そういうことについてはですね、今お話をさせて、メモで説明をさせていただきましたけれども、その具体的な背景というんでしょうか、そういうところまではちょっと今そのところでも把握ができないんで、漁業者の方から直接お話を聞きたいということで、少し時間がかかるというようなお話で考えているということで、今お聞きしたところでございます。はい、その状況を把握できてないのはどなたなんですか？どなたが把握されてないです？昨日聞いてましたよね。それでも把握されてないですか？三次が把握されてないっていうことですか？はい、三次、漁業者の方が言った、お話になったことについては、もちろん私、全てそばに行ったわけでもございませんから、全ては無理かもしれませんけども、お話になったことについては、状況としては聞いているというところでございます。困ってる、何が困ってるか把握されてるんですか、されてないんですか？そこだけまず一つはっきりお答えいただきたいと思います。はい、3時。困ってらっしゃるというのは、毎日生活してるんだという、ただし、そういうことで利用ができないんで、困りになっているということを強くお話になったというふうに思います。はい、酒井孝之議員。はい、ですね、漁業者の方、非常に困ってます。生活も非常に厳しいということで、お伺いをしてきました。それで昨日の予算特別委員会の中でもありましたが、これですね、いつまでもこの状態をこのままにしておくわけにはいきません。それは経済常任委員会としてもこの状況をほっとくわけにいきません。今日ですね、期限を切っていただきたいと思います。いつまでに漁業者の方、この問題を解決していただけるのか、はっきりとお答えいただきたいと思います。自ら期限切ったらどうですか、集まると自分のために。政治判断ですよ。どなたがお答えになりますか？ちゃんとやらないと政治責任ですよ。はい、もう3時3時、期限についてはただ今日の手続きに切っての何時間という形でも期限は示されておりませんけれども、あと一般的な、今回の事例に関するその期限の設定というのは各種法律でもされておりませんけれども、できるだけ、段階を踏まえてですね、今後も粘り強く指導していくという、指導していくというふうに考えております。
事の重大性を理解してないからそういう答弁になるんですよ。しっかりと期限切ってください。困ってる方がいるんですよ。市長、政治判断してください。はい、市長。先ほど来から、何度も答弁させていただいておりますけれども、漁業者の方々がですね、どのような視点で、困られているのかも含めてですね、漁業関係者、漁業組合の方々と、打ち合わせをし、そのお話をやはり受けてから考えなければならないことだというふうに思っております。その件につきましては、先ほど来からお話ししてますけれども、産地の方から、漁組の方にそのように申し入れをさせていただいているところでございます。今度議会を終えてからですね、折を見て、その現状について、お話を聞いてですね、それに伴う、改善策、またはお互いが歩み寄れる対応策、それらがどのようにあり得るのか、それをいろいろと検討していきたいなというふうに思っているところでございます。先ほど議事進行がありました。事の重大性、何が困っているのかわからない状態なので、こういう答弁にしかならないんですよ。きちんと理解した上で、きちんとした答弁をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。こっちは求めてんです。答弁待ってません。事の重大性が理解してないんですよ。明確に分かんなかったらすぐ調べればいいじゃないですか。今社会人っていうのは質問じゃないですね。どういうことでしょう。どういうことですね。はい、酒井孝之委員質問をどうしてくださ い、はい、繰り返しになります。これは非常に重要な問題です。調べてからうんぬんかんぬんっていう話ではないです。ちゃんと理解してください。昨日言ってるんですから、一緒に。その上できちんと市長に伝えて、今日この場で期限切ってください。いつまでに解決するって。市長、期限がないからじゃないですよ。これは政治判断してください。きちんともう一度答弁願います。はい、市長。佐々木議員は政治判断、政治判断とお話をされておりますけれども、先ほど来から、3時からも答弁させていただいておりますが、行政手続きにおいては、期限とかを切れているものではございません。ですので、それについての改善はまず図っていくということは、昨日もお話をさせていただいたところでございます。もう一点、漁業関係者の方々がですね、これも先日にもお話しさせていただいておりますけれども、漁業関係者の方々のですね、不安や心配、そのような状況をですね、こちらとしても正確にやはりしっかりと把握をしなければならないというふうに思っているところでございます。ですので、それをちゃんと把握をした上で、状況において、事業者の方々とですね、どのような調整が図れるのか、やはりそれをしっかりとですね、把握をしなければ、その後においての対応もできないというふうに思っておりますので、今漁業組合の方々と打ち合わせをするということで、申し入れをしているという段階でございます。今聞けばいいでしょう。すぐ聞けるんだ。はい、坂井隆之委員。はい、繰り返します。期限きちんと切ってください。ちゃんといつまでに、まず一つ、いつまでにその漁業者の方と面談をするのか、これまず一つ期限を切っていただきたいと思います。はい、市長。これも何度も先ほどから答弁して恐縮ですけれども、期限を切れる問題ではないというふうに思っているところでございます。いやいや、また政治判断で、その場でバサッと決め切れることでもないと思っております。当然に、その状況を鑑み、さらに、調整に時間がかかることでございますので、それについてはいつまでにということで表現することは難しいものと思っております。はい、坂井隆之。問題解決に向けての期限じゃなくて、漁業者といつまでにその面談をするのか、これまず一つ期限を切ってくださいという質
質問でした。これについてもう一度答弁。はい、市長。これも先ほどお話し答弁しておりますけれども、まあ、申し入れはさせていただいたところでございます。当然に公務もありますし、相手側の時間的なご都合もありますから、まあ、それらを調整した上で、まあ、お会いできればというふうに思っているところでございますので、それも日をいつというふうに言うことはこの場ではできません。はい、社会高い議員、何回も伝えてますが、困っている人がいるんですよ。重大なことですよ。そんな悠長なこと言ってる場合じゃないんですよ。きちんと期限切ってください。いつまでと、公務の日程があるんだったらそれも確認した上でいつまでっていうことで、今日この場で期限切ってください。はい、市長。恐縮ですけれども、今それについては具体的にこの日というふうに言うことはできません。まあ、それでも先ほどからお話しているように、まあ、昨日の議論もあってですね、まあ、本日には失礼しました、3時の方から漁業組合の方にはそのように申し入れをさせていただいておりますので、まあ、近い時期に、まあ、そういう機会を設けられるのではないかと思っているようでございます。はい、社会的にもっとですね、積極的に動いていただける市長なのかなっていうふうに思いましたが、解決するつもりがないんでしょうか。まず会ってくれっていう話なんですよ。それがなんでいつになるか分かんないっていう話なんですか。できるだけ早くて、じゃあいつなんですか。いや、だから分からないじゃなくて、重大なことですよ。困ってる人がいるんですよ。なんでそんな笑ってんですかって。市長、どうなんですか。分からないじゃないんですよ。スケジュール確認してください。いつまでって期限切ってください。もう一度答弁でございます。市長、何度も繰り返して恐縮ですけれども、いつまでというふうに区切ることは今この場では行うことはできません。まあ、先ほどから私何度もお話しさせていただきます、いただいておりますけれども、まあ、この調整においてはですね、まあ、時間はかかると私自身は思っておりますので、まあ、それに向けて、打ち合わせも含めてですね、一つ一つ行っていかなければならないというふうに思っておりますので、まあ、ご理解いただければと思います。佐藤孝之、佐藤孝之、はい、納得、理解できません。理解できるような問題じゃないですよ。市長、事の重大性が分かってないからそういう答弁になるんです。なんでじゃあ早く、もっと早く調査しないんですか。高島のあの部分について、繰り返し繰り返しじゃなくてですね、きちんと期限を切ってください。スケジュール確認すりゃ分かる話じゃないですか。繰り返しじゃなくてもきちんと止めてください。もう一度、市長が日にち決めればその日にみんな集まってくれるんですよ。そうだ、市長。何度も繰り返して恐縮ですけれども、今この場でそれを区切っていつまでにということを、まあ、答弁することは、まあ、難しいものと思っているところでございます。まあ、積極性がないというご指摘でありますけれども、まあ、しかしながら、まあ、昨日の、まあ、議論を得てですね、3時の方から漁業組合の方にもその点申し入れさせていただいて、まあ、その状況を、まあ折を見てですね、把握するということで、もうすでに行動として取り組んでおりますので、私自身は積極性がないというふうにも思っておりません。はい、酒井孝之議員に申し上げますけれども、時間が参りましたのでまとめていただきたいと思います。はい、非常に残念です。また経済常任委員会の委員としてですね、期限をいただけなかったということを本当に悔しく思います。これはまた追及していかなければいけない問題だと思いますので、今日期限の部分についてはこれでやめますが、一つ最後に船の係留を許可するときですね、公聴会は聞いたのかということで、
包丁が開いたのかということで、これ一つ答えていただきたいと思います。はい、3時。あの包丁会というものは開いておりません。はい、それでは